こんにちは、金子です。今回は Mic、Microsoft Edge インターネットを使うページの一番最初の起動した最初のページを Yahoo のページに変更するという方法を紹介いたします。そしたらですね、インターネットを使ってやっていきましょう。普段使っているのが、今回 Microsoft Edge という、この E という書いてあるマークですね。 このマークを使っている人向けなので、このマークを探してみてください。もしくはですね、ここの下のところ、ここタスクバーと言うんですけど、ここにいいと書かれているものを普段使っている方は、今回の Yahoo のページに変更できるので、これを使ってやっていきます。で、ここにないよという方はですね、ここの左下にあるスタート、ここのところからクリックを押していただいて、 でですね、ここのところ、Microsoft Edge これをですね、クリックしていただくと、こんな感じの画面が表示されると思います。なのでですね、今のこの画面は、ここをダブルクリックするか、もしくはですね、この下のところですね、下のところのこのマーク、青色の E というマークをクリックすると、こういうふうに表示がされます。で、今出ているページが、このページ、 になると思うんですけども、これはですね、Microsoft Edge という、このパソコンに最初に入っている、最初からインターネットをする機能ですね。このソフトが設定されているページなんですね。で、このページでいつもここのところで検索してるよという人結構いると思います。で、このページで検索をしてもいいんですけれども、インターネットで一番主流なのは Yahoo と Google という機能でして、その中でも Yahoo というのを使っている人がすごく多いです。で、そうするとですね、検索した結果もすごく見やすくておすすめなので、今回はその Yahoo というページですね、名前は知ってるという人かなり多いと思うんですけれども、そのページを一番最初の、この最初に開いた時のページを Yahoo にする方法を紹介していきます。そしたら、 どうやってやるかと言いますとですね、今開いたところで、この検索欄ですね、ここにクリックをして、Yahoo と入力しましょう。ここですね、Yahoo と。まあ、ひらがなでもカタカナでも大丈夫です。今回は英語で Yahoo ですね、y。Yahoo と入力すると、まあ、近いとですね、こういう変換も仮定に出てきます。 そしたらですね、この下の部分から Yahoo というのを選びましょう。クリックです。そしたらですね、こういう検索が出てきます。で検索が出てきたら Yahoo Japan というのが多分一番上に出てくるんじゃないかなと思います。そしたらですね、この Yahoo Japan、ここをクリックしましょう。そうするとですね、こんな感じのページになるんですね。で、このページをよく一番最初に使うとか、 起動した時にこのページにしたいといいとう人すす。ごく多いで,すでこのページに設定することによって、まあ、ニュースが見れたりとか天気予報とかがすごく見やすいのでこのページは最初の画面にしておくとすごくおすすめですねでこの画面に最初にするにはどうしたらいいかというとですねここで設定していくときはこの右上にあるこの点々点,点と いうのを使っていきます。この点点点ですね。この×の下にありますね。この点点点を左クリック一回します。そうするとですね、こんな感じのが表示されます。で、表示されましたら、この中で設定というのが下から2番目にありますね。この設定をクリックしましょう。クリックするとですね、こんな感じの画面が出ていきます。 で、この時にですね、この Microsoft Edge の起動時に開くページという風うに書いてありまして、で、ここの下が今、スタートページというのになっているはずです。最初の同じ画面が開いてた方は、ここがスタートページになっているはずなんですね。なので、ここのところ、スタートページをですね、一回、これどこでも大丈夫です。この真ん中あたりで大丈夫なので、 ここでクリックをしますね。左クリックですね。そうすると、こういう3個選べるのが出てきます。新しいタブページとか、前回開いたページとか、特定のページというのが出てきます。今回は Yahoo に特定のページ、まあ、Yahoo が特定されてるページ、特定のページなので、特定のページを選びます。そうするとですね、ここに URL を入力してくださいと。 いうことで、ここを、に、Yahoo のアドレスを入れていきます。この URL って何かというとですね、要は、アドレスというものを URL と言うんですけども、じゃあ、アドレスって何なのかというと、住所のことですね。住所を入れてくださいという意味になります。で、この住所っていうのは、まあ、タクシーとかと同じで、まあ、住所言うとそこまでい、ま、けますよね。なので、 あの、インターネットの世界も同じく、絶対にこの開かれているこの画面というのはですね、ここの画面というのは住所があります。で、どこに住所が書かれているのかというとですね、ここに書かれているんですね。ここです。ここに書かれているのが、この Yahoo の住所というのになります。そしたらですね、一回ここの上のところを、この yahoo.co.jp って書かれてるんですけど、ここのところを一回クリックしましょう。左クリックを一回します。そうするとですね、今右に開かれたのが一回こう閉じるんですね。一回閉じちゃうんですけど、これは大丈夫です。後から開くので。で、もう一回だけここのところクリックをしましょう。左クリックを一回します。そうするとですね、今ここのところ縦線が出てきたかなと思います。 もしかしたらこういう風に青くなってる人もいますね。青くなっている場合はそのままで大丈夫です。もし青くなってないでこう白くなってて縦線だけチカチカしてるよという方はこのまま左クリックをクリックしながら左側にこうマウスを動かしてみてください。そうするとですね、こう青くなるんですね。こういう風に。で全部この最初の H まで青くしてください。ここの一番後ろのところから 左クリックを押して、一番左までクリック離さずですね。で、ここでちょうどクリックを離すということです。で、クリック離すと、こう全部青くなるんですね。今クリック離してる状態ですね。で、青くなったら、ここの青くなってる、とこでもいいです、これは。青くなってる上で右側のクリックをしましょう。右側のクリックを押すと、こうですね。こんな感じのが出てきます。 そしたらですね、ここの中からコピーというのを選びます。これ左クリックで選びましょう。左クリック一回だけ押します。そうですね。こうすると特に何も起こらないんですけども、これであのコピーというこのアルファベットがですね、今保存された状態なんですね。まあ、取っておいてメモした状態になってるということですね。で、何も変わった様子はないんですけど、もう機械ではされてます。で、 先ほどのページを使って入力をしていきます。なので、もう一度先ほどのページ出していきますね。そしたら、ここの点点点ですね。この右側の上にある点点点。もう一度左クリックをしましょう。そしたらですね、左クリックをしたら、このようなのが出てくるので、一番下から二番目、設定をクリックします。これも左クリックですね。そうするとですね、この 上から2番目、ここですね。Microsoft Edge の起動時に開くページ。今、特定のページにすでになってるかなと思います。先ほど変更したので。これなってない方はもう一回クリックしてですね。あの、特定のページ選び直してください。そしたらですね、この URL を入力してください。ここのところで一回左クリックをします。そうするとですね、この画面がこう青くなって、今入力状態がこうピカピカと。 なってる状態かなと思います。もしかしたら縦線だけ入ってるかもしれないですね。で、その状態で、ここを右クリックしましょう。今度は右ですね。右のクリックをします。そうするとですね、この貼り付けというのが出てきたはずです。ここを左クリックしましょう。クリックですね。そうするとですね、ここに入力されたのが、ここのやつですね。先ほどコピーっていうのを押したのが、ここのところに貼り付いたんですね。 で、ここの右側にあるこのフロッピーディスクみたいなマーク。これが保存になるので、ここを左クリックしましょう。そうするとですね、こんな感じでさっき青かったのが、こんな感じのになりました。で、これで OK です。なので、これがこのソフトを起動した時に最初に開くページをこの Yahoo にしますよということですね。で、 ここに入れたのがこの住所になるので、この住所が開かれると、毎回その住所に行くということになるんですね。そしたら、開いてみましょう。じゃあ、バツボタンですね。右上にあるバツボタン。ここを一回押します。左クリックすると画面が終了するので、クリックしましょう。そしたらですね、ここにある、まあ、最初の画面にあれば、ここのやつを左クリック2回、ダブルクリックですね。 で、もしない人は下のところから、多分下にはあるんじゃないかなと思うんで、ここを左クリック一回、もしくはですね、あとはここのスタートから、ここですね、Microsoft Edge というのをクリックしていただくということですね。多分下にあると思うので、ここからクリックすると、こうですね、先ほどスタートっていうあの、画面違ったんですけども、今回 Yahoo のページが最初のページになって、これで使えるようになりました。 で、このページにした方がですね、いろいろな機能が簡単に使えるようになって、そしてあと検索もですね、あの、すごくやりやすいので、Yahoo のページを最初のページにしておくことをお勧めします。今回の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。この続きの Yahoo のページを活用して、 インターネットを楽しむ動画も上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。